ポテトの料理、暑い夏にはホルモン焼き。スーパーで買ったホルモン、まず湯通しして余分な油を取ります。柔らかくなるのかな、これは人から聞きました。そして牛脂の油を塗って焼きます。ニンニクの芽も入れます。野菜と一緒に炒めます。落とし蓋をします。これがパテトリー。数分焼いたらここで塩コショウ、よく炒めたらここで焼肉のタレを入れるのじゃが、その動画が撮れてなかったんじゃ、すまんの。日本食券の焙煎ニンニク、これが一番合うんじゃ。焙煎ニンニク香ばしい、多少入れすぎた感があるが、ソースが少なくなり泡立つぐらいになったら出来上がり。しかし今日暑かった。お疲れ様でした。日本一缶ビールを美味しそうに飲む男。はあ、目書きます。まずニンニクの芽からいこうかね。ええ感じ、焼けとる。柔らかなっとるやん、おいや、玉ねぎとキャベツが最高。これは私の力なしに日本食券の進む。バイバイ。これはいけるね。毎晩でもいけるよ。私の力ではなく、日本食券さんの焙煎ニンニク香ばしいの勝利です。まい。それで明日も仕事頑張れるぞ。ニンニクの芽も香ばしいもん。こんなにこのホルモン焼きとうまいんやろ。もつ焼きとも言うし、関西ではホルモン焼きやな。ニンニクを食べるとスタミナがつくとは思えよ。から何の実験もしたことないからわからないですけど、化粧漬けが大好き。で、これポテトサラダ、私ウノポテト、ほとんど玉ねぎ、残った。マリーさんが大好物の焼き鳥やからね、あれも玉ねぎ。クマも熊の肉食べるんやろか。みんなわけにいいや。ほとんど何を喋ってるかわからん状態だった。まあ今日草買ってね、
ちょっと臭かったり、いや、そういうことそういうこと言うてね、今日やなかったもよかったんやけど、雨降りには出てんでしょ。で、まあ休みやし、雨降ってないしと思ったけど、どえらいことやった。死にそうになっとった。はっきり言って。こっちの田舎の人はね、死によったとか言う。こけそうになったこと、こけよった。死にそうやったということは死によった言うわけですね。これ大阪ではもう過去形になりますから、もう死んだ後ですよね。こけた後ですよね。私が小学、中学生ぐらいの時にですね、大阪の親戚の家に遊びに行った時に、あれは、有木さんやったか、前田さん、有木さんやったか。階段から落ちそうになって、こけよったって言うたら、いとこの子が、え、大丈夫言うて、もうそうなんです。こけそうになったことをこけよったと言ったんですが、関西大阪の人からしたらもうこけた後なんですよ。過去形ですよ。面白いですね、方言っていうのは。もう特に大阪の生活の方が途中長かったもんですから、こっちに帰ってきてから方言を聞くと懐かしいような恥ずかしいようないつも思います。今の若い子はどんなんやろ。僕らのね、中高生の時はね、愛媛県今治市、まあ東洋一般かな、なんとかやにやとか言うねや、まあ他の地方か土地で言うとなんとかやのとかなんとかやなとか、関西やったらそれをニア言う、ネア言う、まあネエアーなが縮まってニアーな、猫みたいにニヤニヤニヤ言う、これは食べないかんからがニア言うわけですね。ニア、それをね、こ30年以上大阪におってこっち帰ってきた時にはね、懐かしいを飛び越えてちょっと恥ずかしい気持ちになる。え、なんちゅう言葉言うんだ。ですから田舎の魂を打ったわけじゃないけど、自分は関西に二十歳頃から長いこと言ってて、関西の言葉に慣れて関西に吸収されましたね。もう言葉の脳が、そういう関西の言葉にはそういうところがあるんですよね。だから関西人、大阪芸人だから特に、東京に行って仕事してでも関西弁は切れないでしょ。それが喋りやすいのか、もう脳に食い込まれてるのか、何なのか、まあ、誇りに持ってるのか部分もあるでしょうけど、それがね、東京より東、東北とか青森、新潟、まあ全般的に東北の方ですよね。東北の方の人は東京に来ると方言を隠そうとする、標準語になりきる、あれがそうですよね。進むのも家で缶ビール日本なんか飲まないですけどね。これは衣焼きうまいもん。なんか今コモンみたいです。
の漫才の伊達君を、伊達美希を、なんかあのピザのコントする、もう鍋が出てきてね、年食うとね、名刺をすぐ忘れると、ど忘れて絵描くと言ってるけど、ほんと忘れるよね。あのコーラは仙台でしょ、多分登録、登録へて東北のまりがあるはずなんですけど、もう東京に行くともう標準語関東弁、僕は東京で有名な顔してる。癒しの力よ。これタレ残ったけど、これご飯にかけたらまた美味しいで、うまい。ごちそうさまでした。